今後二度と私の名誉を傷つけるようなことをなさったら、バイキング、あなた方を名誉毀損で訴えます。司会の坂上忍、あなたのことも即刻名誉毀損で訴えます。人がどれだけ苦しみ悲しんだか、よく知りなさい。襟を正して仕事をしなさい。真実を伝えなさい。人を絶対傷つけてはいけないのです。